俺がその悪役プロレスラーに乗り切ってできへんから、まあ、簡単に言うと時間を区切ってくれるタイムキーパーみたいな。八木さんの案が採用されることあるんですか？ない。あとなんかどっか旅行に行きたいとか。ちょっとすいません、めっちゃイライラしてきました。芸人に対する一般の方の疑問って、うん、やっぱ一発目が、うん、ネタどうやって書いてんのっていうのはみんな気になってると思うんですよ。だから それなら思うね。俺も、はい、取材とか受けてた時に、はい、ネタどっち書いてますかとか、八木さんもネタ書いてないですよね、うん、だから僕からしてもネタどうやって書いてんのそう、コンパ行ったら絶対言われますもん、うんうん、言われましたもん。やっぱりネタどうやって書いてんの、どういうの、どういうの、それ相方ですって、それだけ。なるほどね。もう相方が書いてるから。あ、究極の話でさ、はい、ネタどうやって書いてんのって、はい、芸人同士も知らんよね。知らないですね、確かに。お互いだって他のコンビがネタどうやって作ってんのか知らんもん。どうやって作ってんの？若手の中には喫茶店でネタ一緒に書こうやみたいな、そのネタ書く会みたいな、そうをやってる人もいます。別のコンビで、別のコンビでなんかだから集まって今日はネタ書く時間っていうのを多分共有するんですよ、うんうんうん、でお互い、まあ、意見出し合うかは知らないですけど書くっていうのをまあ監視し合うんじゃないですか。ネタを今日は書くぞっていうので集まる、うんうんうん、いろんなパターンありますもんね。その一方がノートにわーってセリフも、ツッコミのセリフも書いて、うんうんうん、でそれを相方に渡して練習していくパターンもあれば、うん、僕らはもう書かずに僕が考え言って二人でこうネタにしていくようなのもありますもんね。サバンナさんどうなんですか？一番イベント一緒になってた時は、はい、作家入れずに、はい、うちでやってた時があったよ、はいはいはい、で2人で23歳ぐらいの時は、はい、相方も1分ぐらいのとこ住んでた、1分2分ぐらいのとこ住んでて、はいはいはい、で10時ぐらいなっていう感じにするんだよ打ち合わせを、夜の時間もね、うん、はい、でこうこたつがあって相方が向こう座って、はいはいはい、で俺こっち座って、はい、でこうじゃあそうか、まあ、設定決めようかっていう話になって、それは高橋さんから設定決めようか、うん、まあ、設定決めようかみたいなって、もう設定やなって言って、だからもうこうか、はい、考えて、まあそうか、じゃあ例えばラーメン屋さんがラーメン作らんと、はい、めっちゃチャーハン作ってくる、今度どうって俺が言うって言うじゃん、はい、まあって言って、まあ良くも悪くもなく、はい、別に俺だからラーメン屋さんが、もうへ営業時間がめちゃくちゃ短いと、お前ラーメン屋さんばっかりやなって言われて、はい、結局俺のやつは何も採用されずにほんでなんか相方が、はい、あこれどうって言って設定1個出してくれる、はい、あ出したらそれめっちゃ面白いやんって言って、はいはいはい、じゃあその設定でこういうボケあんなって言って、はい、考えようの時間がある、はい、その設定ができてから考えようみたいな時間があって、はいはい、中身をね、はい、中身考えようみたいなで、でじゃあ、まあ、例えば相方がこう、はい、まあ、一つの設定で、はい、めちゃくちゃうどんを作るのが下手なうどん屋さんみたいなことを、はい、まあ、設定が決まったりとか、まあ、俺はそうか、うどん屋さんがめちゃくちゃ下手で、はい、あの蕎麦がめっちゃうまいっていうのどう、はい、って言ったら、はい、相方はもう別の設定また、はい、そうか、もう変わってたんや、置き去りになって、置き去りになっててほんで結局なんかどうしよう、もう今日はこれでいこうかみたいな、とりあえずこうしようかみたいなのを相方が2時ぐらいに言うかな、3時、大体決まって2時半とかに終わって、で、考えてきて、またほんでこうやって言って、あ、じゃあって言うと俺が書いてたんかな、ほんで、間で書いてるやつも持ったりとかして、まとめて、レポート用紙に俺が清書して、あの、ホッチキスとかクリップで止めて、はい、ネタとして残してて、うちの部屋にネタの台本として、それ今も残ってるんですか？残ってる残ってる、うわすごい、100本ぐらいあるんで、それは。八木さんの家にあるんですか？家にある。へえ、あのファイルにこのクリップで留めたやつが大体レポート紙10枚ぐらいだけど、それがあんねん。
素朴な疑問なんですけど、うん、その最初のネタの設定決める時に、うん、八木さんの案が採用されることあるんですか？ない。それって、うん、その高橋さんは一応その10時から打ち合わせしようって言うわけじゃないですか、うん、それはどういうつもりで八木さんを呼んでるんですか？そのいや打ち合わせはうちに行くんで、ね、相方が来て、うん、いやだから要は相方は、はい、一人でもできんねんけど、八木さんに何を求めてるんですか？それはだから時間を区切ってくれるタイムキーパーみたいな。だから結局やるきっかけになってる。そう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 やね。会話しながらもう頭そのモードになるから、きっと俺もそうやね。わからん、高橋さんと一緒わからん。だから俺、うん、いらんねんね。俺は別に結果いらんねんけど、はい、うん、小畑の意見採用ないもんな。何でもないっすね。こう半年ぐらいずっとイライラしてることあるんですけど、うん、そのネタ合わせ行くじゃないですか、うん、そのまあ、小畑んちで前よく行くんですけど、うん、行ってどうするあんなこういうことしたいねみたいな僕の話をして、うん、もうなんかね寝てここで寝転びながら僕の話聞くんですよ、うん、でおんおんって携帯こうやって触りながら、うん、ありえますそんな。いやこれめっちゃ腹立つんですよ。話そのモリモリ僕が出してんねんから、うん、うんってこうそこは携帯やめてもうそのネタモードに、うん、うんうんうん出す俺あん出すわっていう風にしてくれたらいいのに、ちょっとすいませんめっちゃイライラしてきました。もう俺もかといってさ、うん、ずっとこうしてんのもしんどいやん。だから、はいはいはい、もう後半はなんか自分のギャグ考えたりとか、あ、まあ、あとなんかどっか旅行に行きたいとか何しか集中力をかかへんようにしてたから、うん、なるほどね。でそれがずっと続いてほんま2人でガチの2人でやってた時期があって、はい、イベントやりた時に作家と3人出るんだったよ、はいはいはい、だから俺の初期がいらんようになったわけ。はいはい、パソコンが導入されて、うわーそれもうやることもなくなるんですよ。そうそう、いらないってなってからはまあ俺ほんまにいらなくなるよね。でもまあおらなあかんし、はい、旅行のプランがどんどん増えてきたんじゃないですか。そう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 あとなんか相方が考えてるコントがおもろいねんけど、はいはいはい、それに見合った俺が行かれへんやつも多かったね。八木さんの力じゃ表現できへんっていうコントも多なってた。だからなんかこう悪役プロレスラーがいて、はい、俺がこうやってお前のことを食ってやるとかもう悪役のキャラバ、はいはい、ーって言うんだけど、はい、記者で相方が記者でみたいなこう唐突に普通の質問するとか、はいはいはい、あーとか食ってやるよとかって聞き取りにくいからもっぺん言ってくれへんとか、はいはいはい、そのいじってく、はいはいはい、なるほどね。八木さんがいじる側、いじられる側、俺は悪役プロレスラーでお前たちをこうやって打ちのめしてやるとか言ってて言うてんねんけど、めっちゃ悪役プロレスラーで、相方は今の滑舌悪いからもっぺん言うてとか言って、だからお前たちをって言って俺がいじられていくねんけど、できそうですけどね。俺がその悪役プロレスラーに乗り切ってできへんのよ。まあ簡単に言うと悪になれない。悪というか演技が下手やから。ああなるほどね、うん、ポップになっちゃう。悪くならないんすね。悪くならへんというかそのキャラクターを演じきられへん、うん、だから俺もそれはなんか今でも思う。だからもう例えばそれがさほんまに演技ができるような、それはまあ例えばわからへんけど、はい、もうロバートの秋山ぐらいのね表現力やったら、表現力やったらぶちゃくちゃおもろいネタになんねんけど、うん、なんせ俺のその演技力とか、はい、がもうできへんから、はい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 、そうネタとしてはむちゃくちゃおもろいんだけど、はい、俺がむちゃくちゃ足引っ張ってるやつ多かったで。うん、それ言ったらギャグもネタじゃないですか言ったら、うん、ギャグもどうやって作ってるのかって気になると思いますけどね。強くないと多分死んじゃうんじゃないかな、そのギャグやってる上で。家康とかはそうじゃない？そう家康とか。ってことは事実ってこと？ギャグじゃない。空気バイキング。だからその八木さんの途中で話し出したな。八木さんは語りたくて。